はじめまして、この度はデビューおめでとうございます。ありがとうございます。早速ですが質問です。個人的にセラフ君がツイッターでなぎちゃんと呼んでいたのが印象的でしたが、なぎちゃん的にはリスナーから何と呼ばれたいですか？本当にビビり散らかしてたんだけど、かなともゲームめちゃめちゃうまいしさ、ひばりの歌もね、俺ひばりの歌大好きなんだよな。んでなぎちゃんでしょ？私というか、まあボルタクションですね、二次三次のやっているあのバーチャルタレントアカデミーというところから一応出ておりまして結構今コメント欄とかにも流れておりますけど、なぎママというのは一応そのアカデミー時代からの呼び方になっております。で、結構おせっかい焼きですぐなんかこうおせっかい焼くんです、私っていうのもそうだし、まあやっぱね、私っていう一人称、まあ別にそういうわけでもないんですけど、だったりだとかね、そう、なんかそういうなんか、まあもろもろのね、複合的な要素が合わさって、なんかまあなぎママっていう風になんか呼ばれておりました。で、なのでなぎママは、本当に、呼び続けたい方は本当に呼び続けていただいて大丈夫です。で、その上で、まあ他の呼び方としては、しきなぎくんであったりだったりとか、なぎちゃん、なぎくん、なぎくん、でも私ね、エゴサーチするときね、だいたいしきなぎで調べてるから。だいたいしきなぎで調べてるから、しきなぎくん、なぎママなのかな？どうなんだろう。まあでもなんか、うまいことね、そうそうそうお好きに呼んでいただけたらというふうに思います。はい、一応確認なんですが、なんて呼んだらいいですか？じゃあ、ふみせさん、ふみせさん、ふみせさん、どうぞ。あなた逆に私のことなんて呼びたいなんて。しきなぎあきら。しきなぎあきらか。まあママって呼んでたけど、うん、でもなんか結局ふみせの方が先輩になっちゃったから、もうママ呼びするのもなと思って、まあ、うん、チーズとキュウリとエビ。そうそうそう。ママ、あ、ママって言っちゃった。あ、いいよいいよ。もういい。ご飯、それが素で出てくるなら、もうそれで呼んでくれ。それでは、じゃあそろそろ明日、はい、ゲストに来ていただけるお友達をまたこのコーナーでは紹介していただくことになってるんですけど、はい、誰だろうな、皆さんの友達。はい、じゃあ、誰だろう、うん、呼びかけていいかな。じゃあ、私がお友達として紹介させていただくの、しきなぎあきらさん。こっち、あ、もうあきらしっくりしっきーって呼んでるから。あ、しっきー、そんな中じゃあ、多分しっきーって呼んだら、じゃあ、いきますよ。はい、もしもしっきー。あ、しっきーですか？しっきーです。シッキー、改めて自己紹介をしてもらっても大丈夫ですかね？初めての方は、それ初めての方は、調子が狂わされてるシッキーで思ってなかった切り口だったんだ。実際のところ、クレアさんとシッキーは、お話ししたこととかは1対1ではないですね。はい、すいませんでした。本当に予想外の呼ばれ方をして非常にびっくりしました。完全に不意打ち。ちょっとお友達感を出した方がいいかなと。いや、確かに。シッキーね、そう、先輩方からすごく呼ばれるようになりまして、まあ正直なんというか、こうなんかこう先輩方からのそのなんというかこう、まあなんかちょうどいい呼び方と言いますか、なんかそういうのが今までなかったので、まあちょっと予想していなかった呼び方ではありましたけど、しっきー呼びはね、ぶっちゃけ割とありがたいというか嬉しいんですけど、クレアさん本当になんでしっきーだったんだろうね、本当に。なんでどうしちゃったのって感じなんですけど。本当に謎だったんですよね。シッキーと思って。どういうことみたいな。シッキーはね、シッキーはあれ、ちゃんと動揺してましたね。素敵な視聴者の皆さん、こんにちは。おぉ、二里三次が誇る、意外と古株、三枝明と申します。うわー、三枝さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。はじめましてだよね。そうですね、はじめましてですね。配信上では。はい、配信上では。一応、まあ、そうですね、ゲームとか軽くやらせていただいたことありますけど。そうですね。ちょっと、いつもの呼び方していい？はい。しきにゃん。しきにゃん。俺、嬉しいよ、俺。ありがとうございます。こうやって話せて。多分人来ると思うんだよな、これ。マジで。お疲れ様です。お疲れ様です。アキラです。アキラです。アキラ何してんの？今日約束してたじゃん。
ちゃん。アキラどうしたの？怖い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 。ギャル怖いギャル怖いギャル怖い。アキラ。アキラです。アキラです。うちらとの約束忘れたんか？その無茶ぶりに答えられるほどまだ鍛えられてないですって。ごめんそれは。え、これガチで真剣に答えてほしいんだけど、はい、うちら3人の印象教えてほしい。うわー、正直とつまち、一応さっきちょっと行ってもいいみたいなちょっと連絡くれてたじゃないですか。うん、あ、来るんだっていうのがまずわ、なんか本当になんか私みたいなドインキャーカスメガネマジで興味なんかそう言葉がひどすぎる。分かった。じゃあさ、ちょっと今日最後にさ、呼び方だけ決めて仲良くして終わるよ。ああ、確かに確かに。いいね。じゃあ二択ね、アキラとドインキャクソメガネどっちがいい？正直、うん、正直面白いなって感じるのはドインキャクソメガネです。じゃあドインキャクソメガネです。お疲れ様。だから私でも冷静になって考えてみてください。私初心者です。今停電が起きてました。じゃあこのタイミングでやれるうちに誰か一人やりたいってなりませんか、初心者だったら。私いやー、わかんねえよ。ちょっと信じてくださいって。待って、マジで。確かに今の停電のとこで道に迷って、早口じゃね。いや今の待ってください、ちょっと待ってください。今の待って、今は何してたんですか。今のところは今のところはマジで、で、で、葉山さんがカフェテリアの方まで抜けてってるんですけど、そこで葉山さんがタスクやってる様子は私一度も見てないんですね。おっとおっと、やるか早口くん。早口なら書けないよ。早口くん怪しすぎだろ。そう、僕違います。早口くん喫水の早口だったんだっていうのがさ、喫水なんです。もともとでとかじゃない、もともとです。これはもう怪しいよ。デビ様に質問なのですが、しきなぎくんが所属しているボルタクションには、ボルタクションは人間のオスのみで構成されており、恐ろしい悪魔のデビ様は、お名前が大変覚えにくいかと存じます。本日コラボされているしきなぎくんや、今後ご一緒する機会があるであろう他の人間たちのことはどのように呼ばれるご予定なのでしょうか。話していただいた感じですけど、お前は、はい、お前はバラメガネ。バラメガネ。だってお前はバラ色が好きらしいじゃん。バラ色、なるほどなるほどなるほど。お前バラメガネかな。バラメガネ。そこだけ聞くとあれですね、だいぶきらびやかな。どっちがいい、バラメガネか、はい、動画浮き彫りにか、どっちがいい。バラメガネとかします。すごいな、どん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 私のあだ名が増えてくな。こないだアモングアスで早口くんって言われたばっか。あ、早口くん。合体するときもあるかも、早口バラメガネみたいな。属性型ですって。さすがに属性型です。クイズ舞本力一。さあ、というわけで始まりましたクイズ舞本力一。進行役は私、新人二次三次新人バーチャルライバー兼一般舞本力一リスナーのしきなぎあきらがお送りさせていただきます。よっ。名前は何ていう名前は。一元さんネームは。一元さんネームは、無限天竜マグロカツという名前になっておりました。じゃあ今日はマグロカツと呼べばいいかな。マグロカツ、今日は、はい、なのでしきなぎあきら元矢の無限天竜マグロカツが進行させていただきます。よろしくお願いいたします。ルオーニケンシンの技みたいな。無限天竜マグロカツ。はい、起立気をつけ、こんにちは、月のミトです。よろしくお願いします。委員長。いやー、しきなぎあきらさん、しきなぎあきらじゃなくて無限天竜マグロカツがいいか。そうですね、ちょっとその話もね、そうしないと。無下点、無下点とかでいいですか。無下点、無下点でいきますか。じゃあ、はい、無下点、無下点とぜひお呼びください。無下点お願いします。そうなんですよ。いや、もう本当に